내게 뭐 있어? 응옥군. 고마츠の噂は本当だった。 あなたが村をお救いくださったんですね。 殺されるところでした。 戻ったね。刀鍛冶をお探しですか。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。 それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより兼ねたの木に向かい、叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追います。獣者のごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした。 この根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く勲をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は勲を残す前に死ぬことになる。 勲としても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢
上を忍ぶがよい。どうした龍造、何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。陣、ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせ。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど厄介の種でしかない。あれは娘のようなものだ。女子にとって父親など羨ましい。だから酒は好かん。知ってるだろ。酒井様、たか、鍵縄助かったぞ。お役に立ったようで、姉の反対を押し切ってご分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを無事にお戻りくださいね。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それか黒うどん。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆のもとへ行く。城の中で会おう。気をつけるんだよ。Thank you.
Narlin Gans Human Sake Yumta. まず万兵を倒さねば。Юу ч биш бололтой. Сенсей, Кенджи то Отемонの番は? 心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。チンハルゴ、チンヤギョンハルセモン。
ヒアリの扱いは？試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っ手を行ってください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。バンペイがいる。俺が先駆けだ。天と命。忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。
ユナの手がいるな。Ой, өнөө хэрэг чи хаалаа хаануй. Тэд эндээс бутар чадахгүй. Олорч нар өөр ба. Сэрэмстэй. Ямар нэг юм харв уу? Тэр харагдах хүл байна. Thank you.
ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。またもんだ。他に道はないのか。差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか、菰田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ、まだ間に合うぞ。
まったのだな。お前もな、クロウド。
막아라. 마치 스페리 팀에. 어? 개미가 오지우에 진드스 진 이송이 우흡사마라이 너허 오지우에 신지세웠다소 진 さすが正しの息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ、北へと向かった。残された蛮兵は、我ら二人に太刀打ちできぬ。加勢もあります。城を取り戻せる。勝ち時を上げるぞ。おい、ジン。北にいる万兵殿を始末。さあ、行くぞ。猛虎を買ってやろう。お供いたします。雅子殿、無事であったか。お芋のおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、すべての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の仇、政子殿、一人も逃がすでない。変な当たって西川先生、矢を引いて本身は守ろう。得するでない、酒井。助かった。
皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより蒙古どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。飯をくれる約束だろう。わかるな。入れてやって。おい、行きやしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。蒙古は兄弟だからな。志村様によろしく。やハンを討ち取り、竜蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。
そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。価値を伝えますか。助かった。守りは進んだか。いいえ、火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。ジン、政子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。志村様は何て。お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息を。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。もうこの非道な所業に叔父上の身を案じました。もう子供が束になろうとわしの心は折れぬわ。
奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですか。あやつは勝利を求めておらぬ。褒美だけ。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。けだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。もう子ども騎兵がいます。押し通れ。火を灯し藩に見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。
大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金たぬきの勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。はあめ、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。しましょう。そして猛虎を撃つ。誇りある武士らしく。里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの知り人を頼らねばならんな。産木谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。
酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。俺にはできない。人を殺すなんて。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。炎上？守り手の？そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により、皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の敵を取るぞ。敵討ちではなく、平和のために戦います。楠氏を救うため赤島へ参ります。檻を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。猛虎に劣っているのは兵の数くらいだ。
山の裏に入ったらしいな。どなたかお助けを。ムクロだ。誰が殺した。恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて義時対馬第一の早業の武者を頼みて、重則刀を持って余人に遅れを取らず編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。小黒とばかり重則は試練一戦なりぎりで最後の獣が発るほど雨雲を裂いて空は晴れ、対馬は言もなかりけり。その後重則隠れすぎていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った。女が橋の方へ逃げると。そやつも始末をつけさせねば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ。
侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。勝負しろ。シーサンドラ出して、サムライ。シェメンフッドのネム。安平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか蒙古と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。
し合い場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あの獣を倒してください。白い葉の木を見つけねば。葉を集めたのか。ふぬけばかりか。人のうめき声だ。お前が死んだら俺が使ってやろう。何も知らないんだ。何も知らないんだ。本スマートチャージメメチン。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。
もうやめてくれ。これ以上何も知らないんだ。名前クソンス。ご賞だ。犯人は猛虎を連れた男か。祖父から試練一線を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。得得させるわけにはいかぬ。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。
足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことは叶わぬぞ。あのジジイから死に際に試練一線を授かったぞ。その身で受けよう。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。かような才もがあろうか。対馬を守るためにのみ試練一線を使うとお主に誓おう。